原子力規制委員会は原発の再稼働の前提となる安全審査の結果を出す前に地元での公聴会を開くなど外部の意見を求めることを決めました。全体的に広くあの全国の皆さんからのご意見を伺うということのまあ大体四週間程度その間にまあ公聴会をやる。 去年7月から始まった安全審査には、これまで8つの電力会社が17基の原発の審査を申請しています。安全審査を進めてきた規制委員会では、地元や周辺自治体の理解を得るための方法も検討してきました。その結果、新たな安全基準をクリアした原発に関し、 規制委員会としての最終結論を出す前に技術的な問題に限り外部の意見を求めることになりました必要に応じて最終結果に反映させるとしています規制委員会の田中委員長によりますと今後2、3週間をめどに対象になる原発の有無を判断するということです